風の神、我らを導きたまえ。地中の塩はかつて塩の魔人の民が暮らしていた場所だと聞いた。ああ、きっと価値のある文化財も多いだろうな。伝説によると、塩の魔人ヘウリアの加護を受けた民は確かに幸せな暮らしをしていた。しかし、この伝説は古くからあり、ここに来た宝刀団も数知れない。価値のあるものはほとんど残っていないだろう。ち、来なければよかったな。実は洞窟の奥に塩の魔人関連の遺跡があるの。それが地中の塩の由来にもなっているらしいわ。ただ遺跡の入り口は封印されているみたいで入れないのよ。関係のありそうな装置は見つけたけど、解除しても封印は微動だにしなくて。その封印の由来も解除方法も塩の魔人の研究にとって重要な課題になっているわ。物証がないからわからないわ。でも封印の多くは真実を隠すために存在するものよ。けど塩の魔人は優しく力もあってみんなに愛されていた。見せられないものなどないはず。だから真実を隠したいのは犯人のモラクスだと私は考えているわ。元王帝君はそんなことしないと思うけど。そんなのどうだっていい。それよりその遺跡には塩の魔人の宝物があるんだろうな。人の話を聞きなさいって。あったとしても封印を解かないと入れないわよ。勝利先生がいるじゃないか。何でも知ってるし、封印だって楽勝だろ。あの封印は長いこと存在していて謎だらけだから、きっと勝利殿だって。多少ならわかる。ええ封印に関する言い伝えは雑然としているように見えるが、実は解除の仕方もちゃんと伝わっているんだ。封印と関係がありそうな装置の話をしていたな。まずはそれを確認しよう。うん、勝利殿がそう言うなら案内するわ。ここよ。この辺の残骸を組み合わせると塩の魔人に関連するものに見えるの。ヒント通りにある角度から見ると装置は解除できる。解除できたのに封印は微動だにしないの。
それはもう一つの装置を同時に解除しないといけないからだ。もう一つ？ああ、俺が案内しよう。ここ。ああ、変わった元素石碑があったわ。これも関係があったのね。封印を調べるために神の目を持った人を雇ったんだけど、石碑に明かりをつけた後何も起こらなかったのよね。ここの石碑は正しい順番で明かりをつけないと封印の解除ができない。そしてヒントは魔人戦争に関する文章の中にある。南は天候、東は陽光、西は絶運、北は警策。広いリーウェに居場所がないとは。え？なんだって？意味がわからないぞ。それ、聞いたことがある。ああ、この文章は潮の魔人とも関係がある。この優しい神は苦しむ民に居場所を与えるため、リーユエ各地を歩き回った。しかし、あの戦火にまみれた時代、一国の平和でもかなり贅沢なものだった。最後、彼女が見つけたのは今の地中の潮という場所だ。でも、その安らぎもモラクスに壊された。そんな古臭い伝説の話よりも早く封印を解除しよう。せっかくヒントがあるんだから。さあさあ。天候は南、陽光は東、絶運は西、警策は北。このヒントがあればお前もわかるだろ。こたつ姿を見せよ、オズ。天候は南、陽光は東、絶運は西、警策は北。この方位をヒントにもう一度やってみるといい。多少知識があっただけだ。さあ、封じられた秘密を明らかにする時が来た。
無用の争いを避けるため遺跡に入る前に一つ提案があるんだが。何でしょう？契約を結んでほしい。内容は順番に物を取る。一度に一点のみ。誠意を示すため俺はカウントしなくていい。おい、せっかくのチャンスを諦めるのか？俺は認めない。この半人前の考古学者と収穫を等分しろってか？ありえない。それはこっちのセリフよ。塩の魔人の文化財が台無しになるわ。絶対に無理。ふん。もし契約を結べないのなら顧問を降りるしかないな。この遺跡にある宝と罠の対処は二人の判断に任せる。それは分かった。塩の魔人の宝物だ。その半分でも十分金になるだろう。契約に応じてもいいけど、勝利殿、一つ条件があるわ。塩の魔人の真相を見つけたら、たとえモラクスに不利なことであっても公正に判断してほしい。その条件なら受け入れよう。では行こうか。
好きあり。これは彫像？いや、人だ。はあ？この人たちは潮の魔人の信者だったんだろう。なんでこんな風に。この遺跡に一体何が隠されてるの？前進。中に塩が半分入ってるわ。ただの塩入れだろ。塩の魔人は貧乏な魔人だな。俺の知っている限り、それは普通のものじゃない。たかが半分、たされど半分、永遠に変わらない。つまりいくら使っても中の塩は減らないのか。その通りだ。無限の塩を生み出すなんて、やっぱり潮の魔人の力はすごいわ。ここまで苦労して闇の見つけたお宝だ。こいつは俺のだ。無限に出てくる潮、それを売るだけで十分に儲かるはずだ。潮の魔人の遺産をそんなことに使わないでくれる。クリメント殿がそれを欲するなら、契約に従って次は彼女がもらう。問題ないさ。こいつより金になるものはなさそうだしな。契約に従い、奪い合いはやめておくわ。では、先に進もThank you.
ことなし。だろ、大したことない。これは測定器具の一つなんだよね。その通り。しかしこれにも潮の魔人の力がある。これを地面に刺すと、そこから潮が溢れてくる。深く刺すほど得られる潮の量も多い。つまり潮の豊作だ。契約に従い、この定規は彼女のものだ。ダメだ、認めないぞ。俺が出した金だ。なんで俺が処置しなければならないんだ。それに、こいつ何年の役にも立ってないし、絶対に認めない。やっぱりこうなるのか。つまり、契約を破るのか。だったらなんだ。この遺跡の罠もほとんど分かったし、あんたがいなくても結構。そもそも俺が雇い主なのに、なんであんたに従わないといけないんだ。契約を結んだからだ。ガンオーテイ君はこう言った。契約を保護する者は違法行為の刑に値する。それはリーエの神だろう。俺は常人だやから聞きたた。いわくよけ、その身を絶対体験するといい。無事じゃ済まないかな。はっ、いざ。いや、さあ、やりゆうこと。この獲物も没収する。この先に行く資格はない。去るがいい。違いを犯した。しかし貪欲の他にも契約を破る原因はまだまだある。渇望する者を前に
契約を守れる者はどれほどいるか。これを聞いてはっきりとさせよう。何のことだ？この考古学チームに考古学を目的に来た者はいない。どうしてそう言えるの？お前は考古学の初歩的な知識も文化財もよく知らないが、塩の魔人に関する知識だけはかなり詳しい。考古学や文化財よりも塩の魔人自身に興味があるのだろう。またお前が話した塩の魔人の伝説もその多くは人間上に伝わっている。それ以上言わないで。勝利殿はやっぱり物知りなのね。何もかも見抜かれてるわ。そう、私は考古学者ではなく、リーウェ七星八門の一つ、遠行を担当する人間長の者よ。私たちの祖先は、かつて魔人戦争中に塩の魔人に守られた民だった。の神を殺した塩の魔人の力を奪うために。憎いわ。でもリーウェはモラクスのリーウェ、歴史だから改ざんされてるに決まってる。だから証明したいの。モラクスが悪で残酷な一面もあるってことを。真実をちゃんと公正に判断してくれるわね、上勝利殿。もちろんだ。それにリーウェはモラクスのリーウェではない。ついてこい。答えはこの先にある。
撃率前進。これは剣、あ、壊れた剣よ。これが証拠よ。潮の魔人は抵抗した。ただモラックスには勝てなかったんだわ。潮入れや定規に比べてこの剣の力はもっと強大でしょうね。もし直すことができれば潮の魔人の力をみんなに見せることができる。剣の断片が2つ。考古学的な見地から言うと、それは2つの文化財になる。契約に従いない。そのうち一方しかお前はもらえない。どうしてよ。だってクリメントのやつはもう。ああ。だが、1点のみの契約はまだ有効だ。同時に2つもらうのは契約違反になる。それは…なあ、勝利、悪意はないんだし、少し融通を聞かせたら？契約に融通はないな。守るか、破るかだけだけど。ダメ、半分だけもらっても直せることないわ。そしたら潮の魔人の力だって。私の信仰のために何が何でも契約違反になっても構わないわ。決心はついたか。では代価を支払ってもらおう。勝利、岩食いの刑を受けることになるぞ。構わない。民を守るため犠牲になった潮の魔人と比べたらそんなの大したことないわ。どんな処罰でも構わない。私の信仰を守れるなら。女性を殴っちゃダメだ。それで許されるのなら楽だけどな。罰として真相を教えよう。真相？真相が私への罰？ああ、これから話す真相はお前が契約を破った代価だった。残念だが潮の魔人ヘグリアは強い魔人ではない。むしろ弱い。情報ばかりしてきた彼女は七神の座には登れない。敗者だ。何ですって？魔人戦争時代、魔人たちはテイバット大陸を奪い合い、力と知恵を尽くし戦った。しかしヘウリアは逃げることを選んだ。逃げれば戦火の影響は自分と民たちに波及しないと思った。しかし長い戦争の中で
譲歩は終わらない。そうしてヘウリアは土地を全て失い、最後の居場所しか残らなくなった。いや、そんなのありえない。最後、彼女は民を守る武器すら持っていなかった。武器すらない。でもこの剣は。ああ、それは潮の魔人の遺物ではなく、彼女を殺した凶器だった。凶器？違う、嘘よ。私の真相を惑わすつもりなのね。事実を述べたまでだ。そんなバカな。さては、あなたもモラクさんの信者なのね。騙されないわ。おい、勝手に行くなよ。ああ、出なければ真相を罰はしない。俺だって話したくないからな。先へ進もう。そこにはおそらく彼女が真相を受け入れざるを得ないものがある。あれは何なの？彼らは何を見て、何をしたの？そして、一体何があったの？俺を信じられないなら、先へ進むしかない。あの時の出来事、この扉の先にある痕跡がそれを記録している。塩しか残っていない。これが彼女の災害。物語の続きだ。彼女の民はこの優しい魔人では誰も守れないと気づいた。魔人戦争は残酷だ。破れた苦痛を味わわせるよりも、彼らは彼女を自由にしたかった。でも、この醸造たちは、どういうこと？どんな弱い魔人であろうと、それが死ぬ時に流れ出る力は、凡人の体では耐えられるものではない。逃げられなかった者が
んな風になってしまったんだ。生き残った民は領地を離れ、岩王帝君の庇護を求めるためリーユに行った。その子孫たちはヘウリアが残した魔人斬首による呪いを恐れ、ここに戻って彼女の怒りが静まるようにと剣を追って彼女に奉納した。だが本当はする必要もなかったんだ。最後まで抵抗しなかった魔人が自分の民に怒りを抱くわけないだろ。それで受け入れられないわ。嘘よ、偽りの歴史よ。何もかも私の信仰は揺るがない。容赦ないな。それが彼女の払う代価だが、悪いことばかりではない。しばらく動揺は続くだろうが、すぐに納得できなくても事実を知ることはいいことだ。ああ遠い昔の俺にとってヘウリアの話は戒めでもあるんだ。亡くなった神を信仰するのはいいことではない。ヘウリアでもモラモスでも皆同じだ。ああさて、これから一緒に考古学に来てくれないか。ここに来て、そして昔話をして、ふと懐かしい思いに駆られたんだ。
ましょう。前にも言ったが、古雲閣の下には魔人たちが多く封印されている。今のリーユエは凡人たちのものだ。遠い昔に生きたヘウリアの置き土産をリーユエ公に持ち帰るわけにはいかない。ここで静かに眠らせた方がいい。俺は一つの時代を終わらせた。その歴史をどう記録すればいいか、ずっと考えていた。歴史は記録できるが、その信憑性は不確かなものだ。今回の件はその証明になった。歴史をねじ曲げるほど、時間の力とは強い。本物の歴史を刻むために、より良い記録が必要だ。石に刻むのは良い記録だった。しかし変わらない盤石も世界も俺もいつか消えるかもしれない。勝利だからお前のことを思い浮かべたんだ。お前は様々な世界を旅する者。歴史をお前の記憶に刻めば、それはいつか別の世界にも伝わるだろう。旅人としてお前が記録すれば、テイワットの時代も歴史もバックアップを得たのと同じだ。任重くして道通しか。さてと、そろそろ置き土産を海に入れるとするか。入れるんだ。言っただろ、ここには魔人が多く封印されていると。軍玉閣に再び封印されたあの渦の魔人オセルもな。数千年前、戦乱に満ちたリーユエで俺たちは戦った。魔人が封印された古雲閣も、千年の時を経て逸話と伝説しか残っていない。オセル、俺たちは敵同士だが、旧時代の対立は所詮旧時代の思い出に過ぎない。ヘウリアの遺物はお前が飲み込むといい。
ほう。リーウェコーの霊石はこれで一つなくなった。天地万象、後世に任せるとしよう。もう少しここにいようと思う。過去に思いを馳せる機会はそうそうないからな。魔人戦争の時代、善悪を判断する基準は今とは違う。もちろん今の俺は彼女には優しい時代に生まれてほしかったと思っている。もう少しここにいようと思う。過去に思いを馳せる機会はそうそうないからな。確かに異物には力があるが、オセルにとっては取るに足らないものだろう。たとえいつか彼が復活してもきっとまた破れるだろうな。もう少しここにいようと思う。過去、いい質問だ。昔なら具体的な答えを出せたが、今は、まあ、往生堂の格系としての責務を果たそうと思う。もし今回の旅を楽しめたなら、次の記録も、また俺を呼ぶといい。